1719年ジャコバイト放棄、または19年の乱、1719年の反乱、ザナインティーンは、スペイン王国の支持を得たスコットランドにおけるジャコバイトの放棄である。元は、イングランド南西部で、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートのグレート・ブリテン王福井を目論んだより大規模な放棄の一部だったが、イングランドの放棄は不発に終わり、スコットランドでの放棄のみが勃発した。 法規はいくらかの小規模な戦闘を経て、6月のグレンシールの戦いで実質的に終結した。スペインのジュリオ・アルベローニ・スーキ教1713年のユトレヒト条約により、スペインはサルデーニャ島とシチリア島をそれぞれオーストリアとサボイアに割譲することを余儀なくされ、その回復はスペインで政務を取ったジュリオ・アルベローニ・スーキ教の用務であった。 オーストリアもサボイアも強力な海軍を保有しておらず、イギリス海軍に頼っていた。そのため、スペインのイタリア領地を脱回するにはイギリスが、協力を取りやめるか、協力できない状況に追い込まれる必要がある。対イギリス同盟の伝統的な同盟相手であった、フランス王国はこの時は、平和を必要としており、1716年の英仏条約で亡命スチュアート系の指示を公式に、 取りやめた。これにより、1715年ジャコバイト放棄が、イングランドとスコットランドの両方でそれなりの支持を得て、いたにもかかわらず、ジョージ一世の大位継承はスムーズに行われた。1718年8月のパッサロ岬の海戦。スペインは地中海で敗北したことで、1719年の放棄を支持した。1717 17年、アルベローには、 軍を派遣してサルデーニャを再占領した。この時は抵抗に合わなかったが、1718年にシチリア島に上陸すると、イギリス、フランス、オランダ、オーストリアはユトレヒト条約を施行するための四国同盟を結成した。8月11日、イギリス海軍はパッサロ岬の海戦でスペイン艦隊を壊滅させたが、四国同盟戦争は12月まで、 正式には改戦しなかった。オランダは1719年6月に戦線復刻した。アルベローにはジャコバイトによる侵攻をイギリスの資源を地中海から引き離す手段としてみた。彼の計画ではオーモンド公爵率いるスペイン軍7000がイングランド南西部に上陸、ロンドンに進軍してジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートを復位させる予定だった。 オーモンド公は、スウェーデンとロシアの間の大北方戦争を終わらせるために仲介したことで、スウェーデン王カール12世と友人になっていた。二人は、インバネスを占領するための、第10代マーシャル伯爵ジョージ・キース率いる、スコットランドの放棄を計画に加えた。この放棄により、スウェーデンの遠征軍が出発する時間が与えられる予定だった。 第2代オーモンド公尺ジェームズ・バトラーオーモンド校がアコルーニャで待った一方、侵攻艦隊はカディスで集結、ジェームズも合流した。侵攻軍は2月初に出発する予定だったが、遅延が生じたため、イギリスは海軍を配備することができ、フランスからの情報で上陸点に増援を派遣した。オーモンド公はアルベローニに次々と手紙を書いたが、 その内容はだんだんと悲観的になり、計画はもう実行不可能であると述べるほどだった。艦隊は3月末に、ようやく兵士5000を乗せて、カディスからアコルーニャへの移動を始めたが、3月29日から2日間、フィニステレ岬で嵐に遭い、進行は取り消された。サイモン・ハー・コート・スミスなどの歴史家は、アルベローニが進行についてどれだけ本気であるかを疑問視している。 同時期の他の政治家と違って、アルベローには、追陸からの侵攻作戦の経験があり、パスサロ岬の海戦は、イギリス海軍が劣勢で発揮する力を示した。そのため、彼は、スペイン艦隊が大軍を上陸させるどころか、イングランドに着く、可能性すら低いと考えたはずである。しかし、侵攻の可能性があるというだけで、イギリス海軍は警戒せざるを得ず、 スペイン艦隊にとってもリスクが低い。その結果、アルベローには、オーモンド港の遅延に関する考えを共有せず、まだ進行に使える艦隊を、アコルーニャから出発させなかった。ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアート・カール12世が1718年11月に死去したことで、スウェーデンの参戦は終わり、スコットランドでの上陸の目的もなくなったが、キースと、 スペイン兵士300人はフリゲート2隻に乗って1719年3月8日にパサヘスを経った。彼はルイス島のストーノーウェイに着き、そこでフランスから帰ってきた亡命者と合流した。この亡命者とはマッケンジー氏族の族長シーフォース教、タリバーディン伯爵ウィリアム・マレー、ジェームズ・キーズ、ジョージ・マレー、ジョン・キャメロン・オブ・ロキールなどである。イギリスは フランス摂政のウルレアン公に亡命者の帰国を許可したことを抗議したが、歴史家のブルース・レンマンはこれは、ルイ14世がジャコバイト亡命者に与えた、莫大な現金を減らすためであると考えた。タリバーディン伯爵は、オーモンド公からの知らせを待とうとしたが、ジョージ・キースは、インバネスの中流軍に気づかれる前に落とすべきと、考えた。キースの主張が通り、 ジャコバイト軍は4月13日にマッケンジー領のロックアルシュで上陸、アイリーンドンで基地を設立したが、そこでオーモンド港の出兵失敗を知った。タリバーディン伯爵はそこで委任状を提示、自身がジャコバイト陸軍の指揮官に任命されたと証明した。彼は撤退を主張したが、キースはフリゲート2隻にスペインに戻るよう命じて撤退を防いだ。なお、 歴史家のウィリアム・ディクソンはアイルランドのジャコバイトであるリロン・ハクシが1717 17年に別の進攻計画のために発した委任状であるとした。ジャコバイトの軍勢はマッケンジー氏族400人、キャメロン氏族150人、スペイン軍やロバート・ロイ・マグレガー率いる小部隊などで合計1000人だった。人数より武器の数が上回ったため余った武器は スペイン兵士40人の守るアイリーンドナンに貯められ、残りはインバネスへの進軍を準備した。現代のアイリーンドナン。ストーノーウェイ上陸の知らせが届くと、イギリス海軍からの船5隻は5月初に、スコットランド一帯に到着した。キースの命令で、スペインのフリーゲートが去った後であることを知らなかったため、この船5隻はかなり大きな戦力であり、50本4等艦、アシスタンス。 ウスター、ダートマス、エンタープライズ、そして24モンスループのフランバラで構成された。アシスタンスとダートマスが、スカイ島沖を巡航した間、ウスター、エンタープライズ、フランバラは5月10日の早朝にロック・デュイックの北側、アイリーン・ド・ナン沖に怒りを下ろした。その夜、イギリス軍は、激しい砲撃を援護に上陸して城を占領。捕虜は、 フランバラに乗せられてエディンバラまで連行された。ウスターの艦長ボイルの記録によると、捕虜はアイルランドの隊員一人、スペインの軍曹一人、スペイン兵39人、スコットランドの反乱者一人だったという。これを知ったジャコバイト本軍は内陸に進軍した。ジャコバイトにはすでに選択肢がほとんど残されておらず、回路からの脱出ができない上にジョセフ・ワイトマン率いる。 政府軍がインバネスから迫ってきていたのであった。アイリーン・ドナンでは、イギリス軍が城を破壊した後も2週間残り、反乱軍を探しつつ、近隣のストロムフェリーと、ラッセイ島を略奪した。1719年6月10日のグレンシールの戦い6月5日、ジョセフ・ワイトマン将軍は、約1000人と、クーホルン9法4門で、インバネスから、グレンシールへの進軍を開始、 9日にはロッククルアニー、ジャコバイト軍へまで8マイルもないところに着いた。タリバーディン伯爵は5姉妹さん近くに強固な陣地を準備しており、中央部にスペイン兵を置き、両翼は残壕やバリケードの後ろにハイランダーを配置した。ワイトマンの軍勢は6月10日の午後4時頃に到着、1時間後にジャコバイト軍の両翼への砲撃を開始した。 砲撃自体の死傷者は少なかったが、スコットランド人は救報による砲撃にあったことはなく、ワイトマンの不評が山を登って、ジャコバイト軍の戦列まで着くことを許してしまった。政府軍の不評は、敵弾で、ジャコバイト軍を陣地から追い出した。スペイン軍は、なんとか持ちこたえたが、両翼が敗退したため山上への撤退を余儀なくされた。五島遺産、2003年撮影。 戦闘は午後,後9時まで続いた。いくつかの文献によると、巨流もどきが炎上して、煙が立ち込めた上に、日没で、明かりが少なかったため、スコットランド軍は夜に紛れて、逃走に成功した。スペイン軍は翌朝に降伏、正規軍として、スペイン本国に送還された。ジョージマレー、シーフォース卿、タリバーディン博は負傷したが逃走に成功した。 歴史家のピーター・シンプソンは、ワイトマンの勝因を急砲をうまく使ったこと、敵弾兵の圧倒的な火力、不評の勇猛さとした。グレンシールの戦いとその背景の簡潔な説明は、スコットランドの作家トバヤアス・スモレットの完全なイングランド史で見られる。スコットランド軍総指揮官だった初代、カーペンター弾尺は、ロンドン当局に反乱軍追撃を進言したが、 それは非現実的であり、また今回の放棄は、ジャコバイトの名声を傷つけたためそのまま逃がす方が良かったのであった。タリバーリンもこの見方に同意しており、1719年6月16日に、マーハクアテの手紙で、戦闘の始末を記した上で、国王の利益を潰し、中心を減らすだけだった述べた。1719年10月、 初代コバム死者クリチャード・テンプル率いる遠征軍は、スペインの B5 に軍勢6000を上陸させ、10日間占領して、多くの倉庫や装備を破壊した後、抵抗に合わないまま出港した。近くのサンティアゴでコンポステーラは略奪されない、代償として4万ポンドを支払ったほどだった。1719年の放棄における最も大規模な軍事行動とも言われるこの B5 占領はイギリスが、 いつでも、スペインの海岸線のどこにでも、大軍を上陸させることができると示すために、行われた。アルベローニは罷免され、スペインは1720年に、ハーグ条約でイタリアの領地を放棄した。スペインがイタリアの領地を奪回したのはポーランド、継承戦争中の1734年を待たなければならなかった。初代コバム死者クリチャード・テンプル。彼による、 B5 占領は、スペインのスチュアート家福井主事を集結させた。カーペンターの反乱軍機関を許すとの進言は、正しいと証明された。シーホースの借地人は逃亡中でも欠かさず家賃を払い続け、財産没収委員会は家賃を得られなかった。1721年、政府は家賃支払いをしようとしたが、マッケンジー氏族にグレンアフリックの戦いと、 コイルバーンの戦いで二度も撃退された。これはハイランドが氏族長か相続人の協力なしで、統治できないことを示しており、シーホース教が1726年に帰ってきたことで、政府はようやく、マッケンジー領地の支配を回復できた。ジャコバイトから没収した財産の売却は、裁判などで遅延が生じたか、 債務で価値が減らされたため、ジャコバイトをそのまま許した方が簡単であることも多かった。恩社は後にボリングブルック施爵など亡命して、久しいものにも与えられたが、ジョージ・キースとジェームズ・キースがプロイセン王国所属の軍人になったように外国で職を得た者もいた。このことが1745年以降の氏族政解体と1715年と1719年の 反乱に加担したジョージマレーが許されたことへの苦々しい感情の背景になった。しかし、ハノーガー朝への忠誠の誓いを拒否した聖職者は、新しい法律で差別された。1690年、聖職者の半分以上が、そのような聖職者であり、理論上は職を失っていたはずだったが、現地のゼントリの保護で職を保った。一例としては年に、 デイビー・オットとダンリッチ・ティーの牧師に任命されたマイケル・フレーザーがいる。彼は1694年に職を解かれ、1715年と1719年の放棄にも参加したが、1726年に死去するまで在職した。聖職者の復帰を試みた1711年の便宜的国境と禁止法案などはスコットランド教会総会に抵抗された。そして、 1719年以降は、寛容が迫害に変わり、多くが従うことを選択した。それでも拒否した聖職者は、ジャコバイト支持とみなされ、職を失わないようにするために、現地の有力者を味方につけた。1745年の反乱に参加した多くの、ローランダーとハイランダーは、スコットランド社会の、この階層を出事とした。ありがとうございます。